今回俺と巨人の143日物語実況194回目は6月18日から始まる阪神3連戦をプレイしていくからね。今季対戦成績は7勝2敗とまあいつも通り勝ち越してますからね。ただちょっと国際銀下位の球団に負け越すことが多くなってきてますので、この阪神戦ではどうなるか、まあどうにもならないと思いますけどな。シンプルにこっちが勝って阪神ファンに何の希望の前ないまま終わっていくんじゃないでしょうかね。早速試合の方やっていきたいと思います。今日1試合目はですね、上げたばかりの桜井、早速使っていこうと思うよ。まあちょっと吉見がねダメだったのでこの桜井を上げる。まあもともと抑えていたピッチャーだったんですけどね、まあ、ちょっとですねまた打たれ始めて2軍に落としてまた再び1軍に上げたというわけ。まあ今季4勝してますし防御率 3.99 ですからね、いずれ使う予定だったんで今上げて、早速この1試合使ってですねいい活躍を期待しましょう。すぐ2軍に戻らないようにね。俺は一時期の感情を任して2軍に何度も送り返す人間ですからね。結果残せないやつはいらねえ。てか真中の打率が落ちすぎだな、ここ最近でね。2割4分1厘まで落ちてるよ。この小林が2割9分7厘か。まあ、今日は調子がいいんで真中起用するが、基本は今んとこは小林の方がいいかもしれないね。で、ペゲーロ絶好調だから使いたいんだが、まあでもわざわざ大谷翔平とか外してまで使う？いや、今日ちょっとペゲーロ優先しましょう。ペゲーロ、5番で、そうしたいと思う。大谷は今日は休養日やな。いつまでも大谷頼りじゃダメでしょ。今日はだから、チームがピンチ絶好調のペゲーロを注目しましょう。まあこの男もね開幕戦からずっと調子は悪かったですが、ここ最近打ってくれてるからね。某筒香さん、もう筒香さんって言っちゃってるけど、あの人ずっと調子悪いからね、全然打たんねえから何のために取ったのかわかんねえ。取るんじゃなかった、乗り元あたり取っときゃよかったって未だなお後悔してるよ。本当 FA でねたくさんの選手を獲得できる超一流のねチャンスだったんだけどね。大谷っていうのは獲得できたが、筒香の方はわざわざ獲得するまでもなかったかなっていうのが今の本音だよ。さあ桜井頑張ろうぜ。ペゲーロ1打席目ランナーなしか、カモン。まあ調子を上げてきたっつってもまだこの成績ですけどね、全然褒められたものではない。ここ数年間巨人に来てからのペゲーロの成績で見ると一番低いですからね。まあ能力的な衰えもあるかなとは思うんだが、早速一撃いただきマウスレッドゴー。大丈夫、もうこの男は打つよ。いつも通りになりましたね。はい、素晴らしい。これぞペゲーロっていうホームライン、軽くいくね、軽く。なんかもうバット振ってない感覚、感覚で言えばね。すごいわ、これがペゲーロ。何度も言う、残さず言うよ。なんで楽天お前これ放出したんだ。これを戦力外で獲得できたっていうのはうちにとってかなりのプラスでしょうね。ただ1点取った直後にこのピンチ、これだから桜井を2軍に送ったんだよな。まあでもゼロでいくよ、当然だよ。まあ、ゲッツーも取れるチャンスですしね、ここは。オーマイガー、ヒットはいらんぞ、ボールもいらんぞ。うん、イエスイエスイエス。で、決め球はね、外逃げるドロップかな。あれをうまく引っ掛けさせてサードゴロでゲッツー取る、一番の理想だね。もしくは三振か。ただドロップを何球も続けると打たれますしね。ここはチェンジアップ、決まった。イエス、今のは打てないわ。もう打てないから分かってるから、もうこれを投げたんだからな。さあ大山、いやーこれお前、これをなぜ8番に置くのか阪神に問いたいね。ただこの場合正解ですよね、こうやってピンチが来たわけですから。いやもうここはちょっとね、逃げましょう。わざわざ3割バッターと勝負する必要性は全くないので、まあ得点圏でも強いバッターですしね。2割8分9厘ホームランも2本ですから、3本中2本が得点圏のホームランだからね。まあもうここは当然外してピッチャーと勝負で OK でしょう。時には逃げることも大切だよ。逃げじゃねえ、結果勝ったらこっちの勝ちなんだからね。当たり前の話じゃん、何言ってんの、個人スポーツじゃないからね。さあ簡単に抑えて、エース、セリーグで良かったと思う瞬間第1位。ピッチャーが打席に入る、いいね。これだからパリーグとセリーグのレベルは開いていくのかもしれないね。こういう部分に甘えるからね。ピンチだったけど抑えたよ。うわー、また捕まるか。うわー、で全くさっきと同じじゃないか。そして今度は逃げ道がないというね、4番5番と続くとこですから。まあこの原口をゲッツーで取るのが理想なんですけどね、非常にチャンスにも強いバッターですから。超一流バッターじゃねえかこの原口は。第2球投げました。
おお、どう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 、2球で追い込めた。これは意外だ。てか投げたいとこと違ったから弾き返されるかなと思ったんだけどね。追い込んでからにドロップ。うイエスこんな簡単なバッターだったっけな。なんか原口じゃなあ、見た、いつもの原口じゃなあ。誰話したさあ、油断はするない、まだ終わってねえぞ。パウアー、ほらね、終わってないからね今のは。でも打ったパウアーを褒めましょう。完璧なカットボールだぜ。もう少し、もう少しだけうちに食い込ませときゃセカンドフライ、セカンドゴロだったと思うよ。もうしゃあない、この1点はね。1点やるのはいいんですが、その後どうするかがそのピッチャーのね、あのすごいところというか一番大事なところだってね。その後ボコボコ打たれるようなピッチャーは1軍では投げれない。うちの巨人ではその資格がないと思うんでね。よーしよしよし、ナイスな桜井。ただ今2イニング捕まってるからね、連続で。後続は抑えてくれよと頼みたいところだが、まあまたペゲーロの一撃で取り返せば済む話だしね。またリードオフイニングか、ね、先頭バッターだよ。ペゲーロの前にランナーも出てなければね、バッターもいないっていうね。また一撃打ちましょう。今のペゲーロのは本当バット持たなくても打てるくらい、手で打ってもいいくらいだよ。あー、いや、やばいじゃないか。コース的には1球目と同じとこだよね。まあ1球目は変化球でしたけど。うわー、でまた捕まるし、まあでも2アウトだからな。西川を抑えて次行こう。どうだ、取れる、取れる、よし、取って投げろ。よーし、危ねえ、本当に足の速いバッターだ。この辺はね、取るとこもそうなんだが、投げるのも素早く投げればアウトじゃないからね。ふぅ、今な守備に助けられたね。ナイスだよ、これ見せてくれたね。おっ、で2点目入るが2点目取られるなんだよそれ。もう言ったろ、1点目取られた後どうするかがそのピッチャーの実力が出るところだっつってね。お前取った直後に取られんだよ。もうでこのカウントになるし、変にストライクゾーンにはいけないな。もうチャーナイこのフォアボールもね、ちょっと内容が悪いな。2軍に落とした時と変わってないような気がするけどね。ゲツゲツ、おーん、取れないか。まあまあまあ、でも一つアウト取れた。危ない。いや、横井の動きがいいね。こんな守備能力高かったっけ。覚醒したか。なんか本当あいつこそいつもの横井じゃないって感覚。さあ、これレーザービームでセカンドアウトできるかな。アイアウト。あー、でも勝ち越しの1点入ってまだピンチだよ。踏ん張りきれねえな、マジで。大事なとこで踏ん張ってくれよね。マウンド上で踏ん張れ踏ん張れ、汚いものは出すなよ。全然踏ん張りきれてねえし。ここでお前バッテリー切れるんかい。オーマイガー、ちょっと待てよ。さあ、充電は完了だ。これ以上打たれないようにしないとね。5回投げ切るのがやっとだな。5回3失点じゃお前どっかのマイケンさんじゃないですか。チープウィンはダメよ。まあそもそも今日勝てるかどうか分かんないし、全然褒められないね。ダメだ、踏ん張りきれないピッチャーには用はね。被安打9本はあまりにも多すぎるね。またリードオフイニングだよこれ。今日全打席リードオフだからね。ああ、先頭バッターだよそのイニングのね。どうしたこれ5番ですから普通ランナーいる状況とかで曲がってくるはずなんですけどね。そうじゃなくて毎回中田のとこで終わってるってことだよね。ノーン、これも甘いじゃないか。1球目打てた人間は2球、2打席目3打席目とこの球を打つよ。あー、もうボロッボロだな桜井。これちょっとないな。まあでも結果6回投げて3失点、 QS 達成目前だからね。まあここで達成しできればいいんだが。ああ、いけたね。まあもう今日はここまででしょうね。結果的に3失点ってだけで、まあね、運が悪ければもっと取られてたかもしれないし、うん、あくまでも結果的だね。おい、で一気に3点入る。今日初めて2アウトの状況で回ってきた打席が、しかも逆転しましたからね。あ、これで桜井に勝ちがついたんじゃないかな。まあどうでもいいですけどね、桜井の勝ち負けはね。あんなピッチングしといて勝てると思うなよって言いたいけど。最初の1打席目だけで、あとの打席結果出ねえな。まあいいか、最初打てただけでもね。さあ、もうピッチャーは当然ここで変えて、海田、田原、平野、そういうリリーフになるでしょうね。ピンチはいらねえぞ、もうお腹いっぱいだ、散々プレイした。ピンチいらないって言ったよね、本当にね、田原さん。いかん、ここ最近の田原、打たれることがあまりにも多くなってきてる。
なんかここ数年間の魔法が解けたような気がするね。去年からいい成績は残してくれたけども、あまりにも打たれすぎだよこれは。まあでも結果ゼロならいいんだけどね。でも点差は2点差だから一撃浴びたら同点。これもライト前に落ちる。え、何してる何してる何してる、もう何してんだよ、怖えな。ポロリする場面じゃねえぞ別に。まあ、ここはもう外野前進でしょうね。さっきのも外野前進しときゃ取れた打球だ。よし、いいぞいいぞいいぞ。ねえ、やんだ、ダメよ、取ってすぐ投げる、足は速い。ほらね、クソ速え、本当に。なんでこれでギリギリセーアウトなんだよ、お前。見てくれ、あの足の速さ。もったも足し取ったら、これ、絶対アウト取れなかったよ、これね。もう、あわやだもんね。さあ、なんとか踏ん張っただけだよ、お前。ヒット数自体は阪神の方が多いからね。あ、さらに追加点入ったわ。で、ゲームセットだね。最後はクローザーが締めてくれました。ありがとう、平野。チームは6対3。結果的です、今日はね。あ、まあ、柳田のこの4安打もあり、ペケロにも一撃が生まれたしね。うん、そういうのだけ。あ、苦しい試合展開には変わりはなかった。さあ、今日は桜井に今季5勝目がつき、平野23戦分、ホームランはペゲロン今季4号、陽大館2号で柳田に27号が生まれたね。まあもうすでに30号付近まで来てるという、この男は恐ろしいっすね。まあ本当柳田のおかげで勝てたと言ってもいいでしょうね。ヒット数自体は相手チームの方が多いですからね。ただ、こっちの方が少ないのに6点取れてますから、まあこっちは効率よく取れて、まあ阪神の方は、まあ効率が悪かったというかね、見事ピンチで俺に抑えられたということだ。まあ桜井は次も使いますが、次もまたこういうピッチングになるようであれば、まあでも結果的に3失点ですからね。全然いいんですけど、内容がね、ちょっと悪かったかなと思う。さあ次、大谷翔平が投げるのか。おーいえ。いいね。いや、大谷でも調子悪いしな。山中でいいんじゃない？ 3 戦目に大谷回そうと思うわ。まあ、これ、ここは山中で、抑えたいと思いますわ。大谷、野手として出てもらおうかな。いや、またペゲーロも調子いいですし、今日も別に出てもらわなくてもいいかな。今日、ペゲーロさん起用していこうと思う。大谷はもう完全休養日で。投げることに集中してくれ。負けたくないんでね。とりあえず1戦目は勝てましたけど、2戦目どうなるかわからないしね。さあ、で、それ以外のベストオーダーに関しては、今日はちょっと小林も調子悪いですし、使えそうないんでね。さあ、お次はチームがチャンスになるとプレイしていきましょう。まあ、厳しい試合になるんじゃないかな。山中ですから。いや、山中ですからっていうのもおかしいけどね。まあ、好投してくれるはずでしょう。期待したらね、その倍のピッチングをしてくれてるのが山中ですからね。ほんとね、要所要所このシーズンを振り返ってみれば、一番活躍してんのって山中じゃねって思うくらいにね、一番いいピッチングしてくれてる時もありましたからね。今日もできればそういうピッチングを期待したいわけだが、まあ山中を勝たすためにもね、大量援護でいきましょう。点取りゃ勝てるんだから、野球ってね。相手が10点取ってくるようであれば、こちら12点取りましょう。相手が20点取りに来るようであれば、22点こっち取りましょう。そうすれば野球って勝てるからね。わー、クソボールやないか、お前。あー、なんで振ってんだ。わー、もうクソボールオンパレードだ。それ振りに行くやつって何なんだ。わーお手も足も何も出せずだね。いや、出したけど、出すべきとこで出すんじゃなかったね。これひどいね。出さなくていいとこで出したっていうパターンだね。さあ、先制点をプレゼントしちゃったか。ここはね、同点にするためにも普段あまりやらないがバントでできないからね。やめときましょう、できないことはね。バント超苦手なんだよ。打ちに行くわ。ここは今の1球で察したわ。あ、ダメだなって。俺がバントしても何も始まらないんだっていうね。さあ、ワンアウトランナー二塁で、真中の打球はこれもセカンド北条の守備範囲。さあ、自援護で行こう。山中、ここ最近のトレンドはピッチャーで自分で打つことだよ。もう打つことまで求められるからね、セ・リーグだと。僕ピッチャーだから打てないみたいなね、そんな弱気なこと言ってみ、即クビじゃん。おっ、あー、ダメだ、全部北条だぜ、このイニング。セカンドセカンドセカンド、なんか北条に思うことでもあるのかな。俺北条に恋してるのかもしれないね、もしかしたらね。届け俺の思い的なことで狙い撃ちしたのかな。狙い撃ちかなんか偶然かどうようわからんけどね。1点が遠いな今日は。
ジャイアンツ同点のチャンスを迎えました。あ、またチャンスもツーアウトか。いやもう速球ゴリゴリ系ピッチャーですからね、防御率は 7.24。 俺の誕生日だよすげえなこれね、7月24になってるよ。俺の誕生日ですからね、どうでもいいかその情報。そして抑えられるというね。あいやー、全球ストレートじゃねえか、クソだせえなお前。今日なんでも普通のプレイヤーがやってたらもっと得点入ってるよ。この2点も俺が取ったものじゃないからね。ちょっと待って、このまま終わるわけにはいかん。何もしてねえ。ペゲーロが2試合連続のホームラン打ってるんだね。素晴らしいわ、今日の2点はペゲーロだ。ただ何もできなさそうだね。うまく合わした、うまく合わした。いやいやー、超えないのかい。いやもう超えろよ。いけー、次のバッターと勝負。え、次誰、横井でしょ。ツーアウトからこの、まあ、得点をやりたくないということなんでしょうね。わからんこともないが、まあ、3割3分2厘のバッターですからね、勝負避けるのも当然かなと。てかこのバッターを6番で俺使ってるってバカじゃね。ベストオーダー入れ替えた方がいいかもしれない。いやでも上位で使うっていうのもないな。だって他にいるんだもん。おう、いや川端はここでいいんだよ、ずっとここで使ってきましたからね。上位には大谷翔平とかいて、あれもいますから、柳田もね。内野安打はないな。もう今日はチャンスで全部凡退だ。あーまた追加点入る。もう俺何もしてないんだよな、さっきから。今日こう4点入ってますけど、俺が取った得点1点もないからね。どんなゲームだよ。出番設定やってるとこういうことがあるんだよね。俺が下手くそすぎてダメっていう。で CP が頑張るっていうね。あーあーあーあああ、もう今日は野手でプレイしない方がいい一日だね。無理だわ。さあチームは結果4対1で勝つことができたね。うん、まあ素晴らしい。山中がやっぱ期待に応えてくれたね。期待以上のピッチング、5回投げて1失点。まあイニング少ないと思ってる方もいるかもしれませんが、これで十分だからね。ああ、それ以上は求めないよ。今季2勝目ね。で、打てはペゲロン今季5号、坂本も今季10号だからね。2点ともツーランホームランということかな。あー、ということになりますね。さあ、次行きましょう。うん。最後はちょっとね、やっぱ自分の手で勝ちたいと思いますのでね。今日大谷翔平でいいでしょうね。うん。大谷、君に決めた。山中休養日なので今日は休んでおいてくれ。無理はさせないよ。でベストオーダーに関してはね、山中がライトで入ってる。おかしなことやっとるぞこれどういうことやね。中田が調子悪い、絶不調じゃないかお前。調子悪い、ファーストで誰か使えたりしないかな。うわ、使えるやついねえな。あ、川端一応だ、今日川端ファースト、これ一度もやったことないけどね。ほんでクルーズが調子いいのでクルーズ起用で行こうと思うわ。ああ、でペゲーロも入れてたね。今日はこういうベストオーダーになるかな。ペゲーロ5番に大谷4番行くで、3番に陽大館、いや3番に柳田行こうと思う。2番に陽大館だな。ほんでクルーズも調子いいですし、6番でよっしゃ。最後はこれで OK でしょうね。あまりちょっとやったことないベストオーダーですよ。基本柳田2番で使ってきましたし、大谷を4番で使うことない。投げては先発、打っては4番か。いや、いい一日になるんじゃないでしょうかね。多分だけどね。あ、最後はチャンスピンチ&大谷の打席に注目してですね、やっていきたいと思いますのでね。大谷で打ちましょう。今のところはこの成績だからね。そしてこの6本のホームラン全て私の手で打ってますから。まあ、能力の高い選手なんで打てて当然なんですけどね。ペース的にも20本届くかどうかというペースですから。20勝20本。できればこのラストシーズンにね、そういう結果を出せれば理想的かなと。全世界初じゃないですか。そんな投手はね、野手はね、二刀流はね、あー、いないでしょ。いてたまるか、そんな化け物ね。さあ、柳田のとこでいきなりチャンスだ。さっき、ちょっと何もできなかった分ね、今日は。たくさんの点を取りたいと思ってるんですけど、なかなか難しそうですね。投げました。ど真ん中、これ振り遅れて空振りだからね。今の俺の状態がどんだけ悪いかっていうの出てるわ。で打ったとしてもこのサード正面に飛ぶという進塁打にすらならないっていうね。さあ大谷行こう。大谷は甲子園の舞台には立てなかったんだよね。高校3年生の夏はね、地方大会で敗れてるんだよね。
ですから、もしも大谷が甲子園に出てたら、あの年というのはなんか一つドラマが生まれてたかもしれないね。まあ、プロになってこの舞台に戻ってきたから何の問題もないんだけどね。ビビったな。いやいやいや、プロの世界でも勝負してくれねえのか。うわー、なんだこの打球、ペゲーロの足はダメだな。今のはないぞお前。なんだあのボッテボテの打球ね。何の未来も感じないね。あ、感じるのは暗黒だよお前。このチャンスで1点も入らないんだからね。さあまたチャンスは広がるが、また点取れそうにない、うん、雰囲気はね。よし、うまく打った。これはさすがに頭超えます。いや、ストップストップストップ、ランナー満塁です。慌てるな慌てるな、冷静に冷静に。マナカ行こう。チャンスでは2割。うわー、お前これゲッツーの間に1点のパターンじゃねえか。もう俺のできることってこれ。あー、もうこれしかできない。いやいや、もうこれが俺のなんていうのかな、最高ね。あ、最低限じゃないからね、一番下じゃないから、もうこれが最高だから。これ以上の点の取り方僕知らない。すごいわ、ある意味ね、天才や。まあ1点は取った。さあ大谷に打席が回ってきて、おお、強引に引っ張りに行くが、まあ全然距離もないわな。まあ大谷の強みっていうのは本当逆方向にもぶち込める、もう天才的なパワーがある。それはあれだけのフィジカルだからね。あ、それはもうこのパワープロでもやってて感じるよ。逆方向にぶち込める、まあ今のも鋭い打球ですよ。まあ本当凡退でも面白い選手ですよね大谷はね、うん、相当強い打球打ちますから、打席でのワクワク感っていうのがパネんだよ。なんかやってくれそうっていうのがね、こういう選手っていうのはなかなかいないよ。直感がそう告げてるんだから。その人から出るオーラじゃないですか、スター性とかね。ああ、この人ならなんかやってくれそうみたいなね。今日はあまり何もしてくれなさそうですけどね。1個のフォアボールを選んだだけで終わりそうですが、うえい、でここで2点取られる。大谷さん、せっかく今褒めに褒めたのに。あまり俺人褒めることしないからね、むしろけなす側だからね。だから褒めた結果打たれたら、もう次から褒めることないな。あいつはやっぱダメだなってなるよね。どうだ、鋭い打球は、これも、いや、決してね、強い打球は出てないわけじゃないんですけど、このように正面に飛んでいくからね。さあ、今日はサードゴロにサードゴロ。当てただけでこれは凡退だー、もう。ほんと点入らないよね。これだけのチャンス招いておきながら。過去一番じゃないから、これだけ点が入らないっていうのは。俺が取った得点っていうのは、この今んとこ3試合途中ですけどね。最初のペゲーロのホームランに内野ゴロ、ゲッツーの間の1点のみだからね。まあ、あの場合打点がつかないからね。打点という点ではあのペゲーロの1打点しかないわけよ。どんなバッティングだよ本当に。チームに悪影響しかもたらさんな。俺はウイルスみたいな存在なのかな、もしかしたらな。病原菌だよ。ここでいいんだよ、一撃打つから4番の力で取り返す。うまく打った、落ちるね、よーいっす、いいぞ。今日は投げてはね、勝利投手、打っては4番としての活躍というのもしてみたいからね、そのために4番起用だよ。さあ、チャンスは広がった。ここでメンデスが出てくるか、能力的にも全然バリバリ全盛期って感じやね。トゥーシーム、動く球で151だからね、メジャー行けよ、出戻れよ、お前、なんで日本でやってんだ。追い込んでから第4球を打った。あー、もう当てただけゲッツーでもいい、この際ゲッツーでもいいから、もうなんで入らないの。すごいでしょ、もう今日はことごとく得点の神様に逃げられてるわね。ひらりひらり直前でかわされてるか、半端ねえよ。見事にツーシーム打たされての凡退だよ。もう終わりだな、こうなるとね、うん、まあ、勝ち越しは決めてますからね、別にいいっちゃいいんですけど。さあ大谷、今日初めてのピンチだね。2点取られてますけど、ピンチは一度もなかったからね。はい、三振、あと一つ。とりあえずこの、うわっ、なんだ今のプレー。取れない理由なくない？わかりません、僕にはさっぱりわかりません。
の取ってお前普通終わるとこだぞ。ほんでその結果ヒットで追加点が入るからね。もうああいうワンプレーっていうのはこういう負の流れを生み出すのよ。大谷今日3失点、高山にストレート弾き返されて外野前だよ。マジかよ、なんで取れなかったんだろうね。今ね打球が直前で変わったというわけでもない、でもなんかちょっとした変化はあったかな。それにしてもだよ、取れない理由ではないよ。ここで一撃打ちましょう。一撃打ったとしてもまだ一定差ですけどね。やられっぱなしで終わる大谷じゃねえよ、なめんじゃねえよ。スローカーブ全くタイミング合わないやつ。あーもう今日無理だね本当、うん、もう最後まで無理だ、ごめんなさい。今日も得点入りません、希望がねえ。ヒットは出るけど点は取れん、一番最悪なパターンだ。それで負けたら一番心に来るパターンだね、引きずるよ、うん、次あたり大きく負け越しそうだけどね。はい三振、残る9回でドラマを起こすしかないからね。はい何も起こらずゲームセット、当たり前じゃん。なんで最後何か起こるんだよ。起こったとしても CP の活躍で勝てるってだけだからね。俺結局いらないパターンだよ、それなら勝たなくていい。さあこのカードは2勝1敗で終わりましたね。まあこのメンデスにもあのピンチで抑えられましたし、まあもう本当阪神に負けた、メンデスに抑えられたというよりか自分に負けたが正解じゃないでしょうかね。あチャンスで打てなさすぎ。大谷君ごめんね、今季3敗目だ、すまん。援護はあの閉鎖段の間の1点しかなかった。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回はこの6月の22日ヤクルト戦から始めていきたいと思いますのでお楽しみね。今季の対戦戦績は6勝3敗、しかし前回対決でこのヤクルトには負け越してますからね。ヤクルト負け越した流れからの次のカード中日戦も負け越し、下位球団に負け越したっていうのはこのヤクルトと中日に負け越したんだよね。まあ今回の戦いではどうなるか、まあ、今季リーグ1位のチームがね今 26.5 ゲーム差空いてるチームに負け越すっていうのはもう論外でしょ、考えられないと思いますのでね。まあ負け越した分の借りは次回のね、この東京ドームで行われる試合でね借りを返していきたいと思いますので、また次回楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださったみんなありがとうね。グググググバイ、また会おう。